よろしくお願いします。はい、ということで、青森山田高校出身の、今は YS だよね、のフレアドリック選手、来てもらいました。なんか一言ちょっと、お願いします。クソ真面目やん。まずさ、第100回大会選手権優勝したじゃん、あの後輩がね、うん、で、自分の時準優勝だったじゃん、うん、準優勝、準優勝、優勝でしょ、うん、その俺の前もいいでしょ。そっか、え、優勝、準優勝、準優勝、優勝、うん、すごくない？4年連続決勝だから。4年連続決勝ってすごいよね、塩で。すごい。え、あのさ、そこずっといたわけじゃん、勝って当たり前のところも、うん、なんであんな強い？多分いろんな人がさ、なんで強いんですかって聞くじゃん、黒田監督とかでさ、選手とかもさ、うん、どうだった？一応心臓やってたでしょ、青森山田の、うん、ボランチというポジション的にね、あ、やってたじゃん、うん、なんであんな強いの青森山田、うん、じゃあ勝てるって言った方がいいか、強くはないんだよ、それよく言うじゃん、そう、強くはないんだけど、うん、勝てるんだよ。それは何がそうさせてる、何かっていうと、うん、セットプレーじゃないかな。セットプレーが何、種類がいっぱいあるのか。ロングスローあるじゃん、うん、フリーキック、コーナーキック、うん、その3つのセットプレーで、うん、得点が本当にでかいっていうか、多い。あ、そこで行けば点取れるなって感じがするの、うん、で攻撃はサイドからって感じだから、うんうんうん、サイドで仕掛けて、うん、形になってる。なるほどね。そう、サイドだから仕掛けまくるみたいな。でもさ、キッカーやったでしょ、うん、どういう風に蹴ってたの、ボールを。どういう風に、うん、何をイメージして蹴ってたの。基本はニアが多かったかな、ニアソラシからのファー詰めか、うん、キーパー前に速いボールみたいなっていうのをずっと意識してるかな、俺は、ね、なるほどね。もう一人いたけど、武田くんが、ああ、そう、今どこ行った。大宮かな。大宮、武田くん左利きだもんね。だから左と右。なるほどね、バランスめちゃくちゃいいじゃん、うん、でも松木くんも仲良かったでしょ、今話題の。そうね、だって点取った時なんかやってたでしょ。だね、やってたよね、選手権の時で。あと松木ね、うん、ずっと同部屋だったわ、遠征の時。同部屋なの？そう、二人部屋だったわ。え、それはない、高校の時とか。そう、高校の時 の、うん、あのアウェイの合宿所では、うん、ホテルとかでは、うん、同部屋だったわ。そうなの？二人部屋だったずっと行ってたの、確かに、うん、でもめっちゃ変わってるって言ってたよ。すげえ、うん、まあ、あのサッカーなんだろう、まあ、同部屋なの、うん、え、どういう場合、松木人的に、人的に、いや、同じ学年じゃないからあんま分かんないけど、どうだった、同部屋では話しやすいかな。話せる、結構、うん、多分陸が話しやすいってことは相当話しやすい。そう、小声で言うなよ。相当話しやすい。相当話しやすい。相当喋りやすいやつだと、うん、この陸が喋りやすいから。でもこれはね、仲良くなれればだからお前そこのハードルがあるこれが、ね、伸びたらね、俺1個やりたいことがあるんだよ。お前ボール蹴るのめっちゃ得意じゃん、綺麗じゃん。だからリクの蹴ってる感覚とか蹴ってることとかを動画に落とし込みたい、うん、こう蹴ると長いボール蹴りやすいよとか、こう蹴ると短い低いボール蹴りやすいよみたいなことやりたい、うんうん、でのプレーを本当はね、この喋りだけじゃなくて、ね、ちょっと今日はあれだけど、で普段さ、ボール蹴るときに大事にしてることを教えてほしい。だから蹴る前のコントロールの位置かな。コントロールの位置でさ、どの辺に置くの、置く位置。どういうシチュエーションだっけ。じゃあまずはサイドチェンジするときだったら、うん、あっちに、あっちにサイドチェンジするイメージ。あっちに、うん、だったら、うん、ここら辺に置きたい。その辺、これだったら逆サイドが開ける。え、どこに軸足つく？一歩、うん、一歩そこで、うん、もう一回、二歩か、一歩、まあ、一歩だよ、これだよね、うん、で、この時にさ、踏み込む場所は、うん、場所によるけど、うん、蹴る位置はね、うん、基本はもう、ちょっと俺、ライスかけるって分かんない、分かる、こういう感じ、足を寝かせるから、うん、上から叩く感じだから、うん、ちょっと遠めなの、うん、そこから体寝かせて、うん、
っていう感じなんです、うん、そうするとあの回転のボールが来るの、そう、どっちかも縦じゃん、ああ、しかも上がっていく感じだから、ああ、そうだ、伸びるよね、リクのキックって、そう、ちょっとね、マジフリアドリクキックで調べたら絶対いっぱい出てくるから調べて、すごい、めちゃくちゃプロの中でも綺麗な方だ、フォーだからって、フォーだからで、あとは、なんだろうな、短い距離、短い距離だったら、もうパス受けて、うん、もう俺は止める位置も受けたら、うん、すぐ出せる場所、うん、そんな俺、助走いらない人だから、うん、もう足の力だけで、うん、バーンって、そうだ、バーンってすぐ叩くんだ、右に止めても届ける、それは何だ、その左で執行されたときは、まあ、こっちに変えてる、なるほどね、 それでもすぐ、そう、なるほどね、あざす、これね、めちゃくちゃ多分本当に、いや本当にシオもさ、リクのキック見たことある、少しある、いや、マジで伸びるんだよ、あと、球がむちゃくちゃ速い、なんだろうな、蹴る位置だけじゃないけど結構それはかけてた、多分さ、これ出てくると思うんだけどさ、プレミアでさ、レイソルってやったじゃん、あの高校の時のさ、サイドチェンジ低いゴロのね、そう、バスッ、グラウンダーバーって、これ、YouTube で見に行ってほしいんだけど、多分それもその経過だと思うでしょ、あれはもう逆にゴロのボール、伸びるボール、自分が伸びたらね、ああ、角度でね、そう、あれを見ても、ちょっとこれ出していいのかな、出せたらこのチャンネルも出す、うん、っていうのがすごいいいんですよ、いや本当にっていうのを、これがちょっとでも伸びたら見れるんで映像としてね、映像としてっていうのがあるんで、ちょっとね、ぜひフリアドリック選手のね、ロングキック俺は伝えたい、俺も伝えたい、本当かよ本当か、絶対めんどくさくなんじゃんね、まだできればお腹空いたできれば言いたくないっていうのがあれば、ちょっとサッカーやってる子たち、だってプロなんて一部しか行けないんだからさ、その人がやってることを言語化して教えてくれるってすごいことだから、なんで、の中のプロの中のキック上手い人だから、本当にっていうのが見れたら面白いかなって思います。最後何かありますか、最後、あ、見てる人かな、多分さっきあれホームスタジアム今年とかなって日発の三沢っていうとこなんで、今年はちょっとカテゴリー1個落として J3 で戦うけど、YSCC 横浜っていうチームでプレイしてるから、ぜひね、スタメンでしょ、いや絶対出るんで彼は、なんでちょっと試合見に行ってあげてほしいですね、キックだけじゃなくて、うん、意外とフィジカルもあるんだよってところ、いやそう、意外と戦える今年はね、絶対、いやそう、今年はね、そこだ、戦えるのに戦わないタイプだったから、そう、今年戦うんでしょ、そう、戦う、今年の目標はキックだけじゃなくフィジカル見せてやる、そう、2年間準備してるからね、ありますんで、ぜひ見てあげてください、よろしくお願いします。ありがとうございました。